近藤雅彦さんってもうずっと前から知ってまして、友達なんですね。でたまたま、もうレコード会社も一緒だし、レコード会社の方から、まあ、近藤君がニューヨークに来るってことを私は聞いたので、だったら、友達だしね、会いましょうっていうことで、みんなで会ってね、お茶を飲んでたんですけど、それをパチリとやられたんですよね。はい、私と近藤君っていうのはそういう仲じゃなくって、そうですね、気がすごく合うんですけどね、男だ女だ恋愛事だっていうことは全然なくって、何言ってんのよとか、そういう男っぽいね、付き合いはあるんですが、明さんのそのことを聞いた時は、まあ、びっくりしましたよね。それで、まあ、本当にこう一日も早く元気になってほしいっていう、やはり同じ仲間としてね、やはり私自身も明さんの歌好きだしね、やはりもうまた一緒に仕事ができるように本当に早くなってほしいっていうことをすごく最初に思いましたね、うん、近藤さんと私がその恋愛関係があるとかね、そういうふうなことは全然ないわけですし、それはファンの皆さんもマスコミの皆さんもね、もちろんご存知だと思うんですよね。それで、でもそういうふうになってしまうっていうのがね、自分自身どうしてなんだろうってものすごくショックでした。